100回の修行あるあるワンピースのキャラでやってみた。あー、女の妹子って男なのかい？あーだだだ、社会の先生、社会の窓開いちゃってるじゃないの。ペリー、ザビエル、踊れら名前は有名じゃが、一体何した中年？まさおか式の正面見てみたい。どっちが鑑真でどっちが行基ですかだと知るか。今日からチルなのに歴史の教科書持ってきてらっしゃったっけ。ギャーギャー騒ぐな、隣のクラッシュにダッシュダッシュ。三国志の話が出るとうずきますね。今伝永年資材法の漢字わかんない。社外は俺にとってお眠りだいも。地図帳マジ使わん。やったい、今日ビデオ見るだけだい。改革しすぎ好きだ。近中並びに釘帳入ってよ。あ、先生また絶大してる。で、どうしようみんな。俺大変じゃなかしら、この野郎。暗記無理の俺には地獄。初めて映画デートに行った時の反応、ワンピースのキャラでやってみた。おお、キスシーン気まずいね。あらら、緊張して映画の内容全然入ってこないじゃないの。ポップコーンそーっと音がしないようにポリポリ。おお、映画代は私が出そう。全然大丈夫。来てくれてありがとう。お財布忘れた。終わりだ。この映画涙なしじゃ見れませんったくらか。ギャーギャー騒ぐな。いや、彼女の倍泣いてるやん。映画見るふりして彼女ちなみ。寝ている彼女を見るのはうずきますね。早起きして可愛くして来てくれてありがとうよい。ポップコーン食べきれない。おならがしてですが我慢我慢。おい、エンドロール見ねえのか。よしてつなぐえ。ねえ、今の何に何にねえ。ああ、映画館に携帯忘れて、で、どうしようみねえ。俺大変じゃねえかしら、この野郎。そこで笑うんだ。そこで泣くんだ。こいつはワン。とじっこあるあるワンピースのキャラでやってみた。やさぐれの、やつがたけの、やさかにのにらたま。マンだってどうやって呼ぶんだったかしらね。あららら。杯からのお使い、なんだったっけな。マネマネの実だと思って食うたら、マグマグじゃった。まあ、パンツ履くの忘れちゃいやした。何？会議2時からじゃなくて、12時からだと。終わりだ。塩だと思って買ったら砂糖でした。ダックレーク。ギャーギャー騒ぐな。俺はヤクルトかと思って買ったらピルクル買っちまった。お、知りもち。船を間違えた。字が丸文字な人を見るとうずきますね。船を乗り換えよう。親父は潔い良い。あ、大砲ってどうやってつけなきゃ。で、どうしようみんな。プロ大じゃねえかしら、この野郎。モリア、その実力でなぜ七部会に入れた。失礼じゃねえ。二人一組で自分だけ余っちゃった時の反応、ワンピースのキャラでやってみた。こんな思いをするなら今日学校休みはよかったね。あらだら、すいません、保健室行ってくるじゃねえな。ふん、寂しいなんて感情はこれっぽっちもない。寝たふりして、寝とふり見やしょ。何、余った人は前で先生と発表だと。終わりだ。俺、アマチュアシャッターくれか。ギャーギャー騒ぐな。先生、ここ3人でやります。ニューアーロさん待ってるぞ。今までのツケ回ってきたらざまみんだ。イタチさん、あなたがいないから私は一人ですよ。うずきますね。俺は一人で十分だ。エドは一人余っちゃって、で、楽しみに。俺大変じゃねえかしら、この野郎。無理よ。誘いに来てくれたのか。いや、冷やかし。いや、かましい。ピッカの授業あるあるワンピースのキャラでやってみた。あ、ね、次はシガマッチつける番だよ。あらだら、理科室の椅子って座りにくいんだな。火を使う授業は楽しいの。駒込ピペット受ける。これが水上時間法。そして混雑しているプールでさりげなくお尻を触る。これが水中時間法だ。女子めっちゃ引いてる。終わりだ。プレパラートは上手ったくれーか。ギャーギャー騒ぐな。プレパラートなんざ腐るほどある。それより怪我はねえのか、銀。今日はビデオ見て実験するだけ。ラッキーですね、ルーさん。虫の分野は得意よ。好きなこと同じ班になれるとはうずきますね。すぐ後ろに人体模型がいて授業に集中できない。べっこ飴うま。水圧強すぎて誰かの脳とべちゃべちゃ。理科室に筆箱忘れて、でしみねー。うろたんじゃねえかしら、この野郎。モリア、BTS 溶液取って。BTB じゃね。
回転寿司に行った時の反応ワンピースのキャラでやってみた。今の時期はね、マグロとハマチがうめえのよ。あらだだ、卵とカッパ巻きとあと卵。白ひげ、踊れわしのサーモン食うたな。びっくらポンのあたり見てみたい。何、食べたいものほぼ売り切れだと。終わりだ。わさびが消えた。したかやか。ギャーギャー騒ぐな。次からわさび少なめで注文してやる。おうおう、シャリだけの皿が回ってなさる。このイカカピカピじゃねえか。あんた寿司屋に来てサイドメニューしか食わないって聞きは誰かか。私は3皿で十分だがね。お茶うまいよね。回ってるやつではなく全部頼むはるわ。なるこのおごりだから死ぬほど食べよう。親父はゴチなんだよい。寿司にカイロスが入ってる。で、どうしようみんな。このなんじゃなかしらこの野郎。俺お前と同じで。オッケー、じゃあサーモン20。やっぱ自分でやります。さっきでこれ振られた時の反応はピースだけやってみた。とりあえずポップなビートで逃げ出したいね。あらら、ちょっとチャリで旅に出ます。探さないでください。はい、これ実は罰ゲームで告白してました。誰が踊れなんか好きになるかい。ボケイ、足振られちまいやした。こうなったらフルフル狩りに行きやしょう。あ、そうか、無理か。じゃあこれからも友達で。あ、そもそも友達じゃない。終わりだ。最後に売られちまいやした。かーかー、ギャーギャー騒ぐな。よし、カラオケ行くぞ。銀河鉄道999でも歌おう。私を振った時の大仏を見るような目うずきますね。引き出しにゲジゲジ入れてある。振ったお前をそれでも愛そう。親父はガチなんだよい。3秒後に振られる。しばらく立ち直れんがね。好きな子に振られちゃって、で、どうしみに。この大じゃねえかしらこの野郎。振られたばっかなのに会いたくて震える。いや、西野かなか。映画でやってはいけないマナー違反ワンピースのキャラでやってみた。おお、子供が泣いてるけど放置放置、今いいとこだからね。あらら、今日は映画デートだからな。16発の聖なる子ついた。もしもし、なんじゃマミーか。今映画見ちょるから後でかけるわ。おらおら、嫌がらせで前のやつ蹴っちゃおう。おらおら、あ、ヤクザだ。終わりだ。この後の展開マジ泣けます。とかーかー、ギャーギャー騒ぐな。この後主人公がやられてバッドエンドなんだよな。いや、じゃあ動画撮って TikTok あげよう。写真撮影禁止とか私には関係ない。熱40度あるけどなんとか来れたわ。一人でドリンクホルダー2つ使うのはうずきますね。やべえ、主人公負けちゃう。デジミニー、この大ちゃんのおかしらこの野郎。ポップコーンむしゃむしゃ。あ、ヘーデル、マナーモード忘れてた。友達やめます。トラップあるあるワンピースのキャラでやってみた。おお、わしにスピードでかなうわけねえでしょ。あらら、大富豪ってなんだっけ、七並べってどうやんだっけ。誰じゃ6と8出さんやつ。ドナルド・トランプ見てみたい。よし、トランプやりたいやつ集まれ。あ、みんなウノの気分なんだ。あー、そっか。あ、終わりだ。まだ負けちゃうし、とかーかー。ギャーギャー騒ぐな。ほら、もう一度やろう。次は負けてやろう。負けたらジュースおごりでどうだ。よし、フェインディングかも。神経衰弱、勝ったことね。俺がいた地域ではイレブンバックなしだったんですけどね。ダウト、ダウト、ダウト。シャッフルやらせろ。あ、バラバラになった。ババ抜きなのにジョーカー入れ忘れて。どうしようみんな。うろたえじゃねえかしらこの野郎。うん、とりあえずこれ出すわ。ぽい、トランプ投げな、傷つきだろが。サイゼリアあるあるワンピースのキャラでやってみた。おお、新メニューもいいけどやっぱりミラノ風ドリアでしょ。あらら、小エビのサラダってこんなに小エビ入ってんだな。あの高校生集団騒ぎよって羨ましいじゃろうが。人はめっきそう。はい、ゲリラ、そんな時にはサイゼリア。カルピス、ジンジャーエール、セブンアップ、コーラ、ウーロン茶、味見、終わりだ。サイゼリアなのか嫌なのかいつも忘れます。てっかーかー、ギャーギャー騒ぐな。サイゼリアが正解だ。隣のカップルが初デートっぽくてうずきますね。誰よ、私のパスタにタバスコ入れたの。コスパナンバーワンだ。エスカルゴって興味あるけど結局で飲みませんよね。ライスかパン、私はパンダパン。
んだ。え、頼みすぎて1万超えちゃった。で、どうしようみんな。大丈夫かしら、この野郎。このピッツァめっちゃ美味しい。シェフを呼んでもらえ。それファミレスでやんな。電車で赤ちゃんが泣いている時の反応ワンペースをキャラってた。おー、もっと泣けよ。おめえは泣くのが仕事だからね。あらだだ、もしかして寒い。泣いてどうにかなるほど、人生甘くないんじゃ。奥さん、赤さん、気にしないでください。あ、可愛い赤ちゃんですね。触っていいですか？ダメ、ヤギ臭い。終わりだ。赤ちゃんにもらい泣きしちゃった。ガーガーギャーギャー騒ぐな。鬼人のかけらもねえな。おやな、ロックスターって名前を知ってるだろう。泣いた果てに何を望む赤き者よ。泣いてる赤ちゃんをあやすお母さんにうずきますね。うるさい。あんまり泣いてると異空間へ連れてっちゃうわ。この泣き方はお腹減ってるんだい。お初に赤ちゃん、俺を知ってんのかい。貴様笑うな。歌の話をしよう。あ、赤ちゃん泣いてる。どうせみね。うろ、泣いちゃねえかしら、この野郎。いないいないパッド。ホいや、怪し方のくせ。ペックの子さんを見つけた時の反応をワンピースのキャラでやってみた。おお、おめえ迷子かい。そんなことよりちょっと物を尋ねたいんだけども。あらだ、迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたのお家にパルチザン。迷子じゃと？迷子、迷子。最初はズシズシじゃんけんぽん、母アイコ。じゃあおじさんとしりとりでもしようか。赤何かん、終わりだ。迷子見つけちゃいました。ガーガーギャーギャー騒ぐな。海軍に連絡、そして俺らはずらかる。このガキを助けたところで無益。迷子かなら歌の話をしよう。いやっはっは、連れて行ってやる。フェアリーバースへ。ちょうどいいの言い返し知ってるかよい。正解はほどよい。あ、迷子見つけちゃって、楽しみね。うろ、大事におかしらこの野郎。おい、迷子がいるぞ。京都じゃなくてもいるのか。迷子じゃねえよ。高校行った時あるあるワンピースのキャラでやってみた。おー、わしはお酒強いからね。光の速度でレモンサワーを飲むよ。あらだ、バルサニーノ、帰るぞ。完全に潰れてるじゃないの。鶴ちゃん、飲んで泣くない。ボウを。あんたの好きな趣味は、グミは、海は。君かわいいね。今度デートで戻る。あ、彼氏いる。くんな。何話しにかわからず。たかか。ギャーギャー騒ぐな。自分の武勇伝を語るのだけはやめとけ。俺は高校の時水泳で全国大会に出たんだ。すげえだろ。今大学生か。なら将来は何を目指す。一口飲むって言われたけど、これ関節消すよ。ニュー、俺怪力じゃねえぞ。変なあだ名つけんな。最初のドリンクが来るまで歌の話をしよう。悪い、遅れたよい。女の子だけで盛り上がってる。出てよしゃみんな。大丈夫かしら、この野郎。バーソロミュークマです。彼女欲しいです。大きに正直。英語の授業あるあるワンピースのキャラでやってみた。おー、パドゥーン。おー、おー、パドゥーン。あらだだ、今日の授業バックトゥザフューチャー見るとけ、ラッキー。おい、そんなとこで終わらすな。続き気になるじゃろうが。 This is a pen。いつ使うねん。あ、今回のテストはまあまあできたな。ちょっと待て、ピリオドつけ忘れた。終わりだ。水曜日のスペルが覚えられせたか。ギャーギャー騒ぐな。ウェドネズデーって覚えろ。教科書が変わっても大体登場人物はエミリー・トム・スミス。わけわかんないけど、とりあえずマーカー引いとく。答え合ってんのね。筆記体だからバツってなんだ。ハブビン、ハドビンあたりからもう英語は諦めた。英語で自己紹介をする前に歌の話をしよう。 Very good。 とても良い。あ、ネイティブの先生が何か言ってる。どうしようみんな。大丈夫かしら、この野郎。俺帰国子女だから英語は余裕。お前女だったのか。男でも帰国子女って言うな。勉強して休憩してる時に親に勉強しなさいって言われた時の反応をワンピースのキャラでやってみた。おお、これだから知らないって怖いよね。あらだ、一気にやる気そがれた気分だな。さっきまでやっとったんじゃ。あ、ずしずし、児童相談所でごぜえやすか。休憩すらさせてもらえねえ。うちの家庭はどうなんでしょう。何、勉強してないなら夜食あげないだと。
終わりだ。ちょっと休んでただけなのに勉強しなさいって怒られましたっけか。ギャーギャー騒ぐな銀のお母さん、こいつはちゃんとやってましたよ。世の中理不尽だかな。言われなくてもやってますよ母ちゃん。神も嫌には逆らえないのだ。休憩中だ放ったれ。勉強を始める前に歌の話をしよう。勉強しようって言われてて楽しみね。うろたえんじゃねおかしらこの野郎。親からのさ、勉強しなさいはさ逆効果だよな。大育あるあるワンピースのキャラやってみた。おお、あの天井のボールいつまで挟まってんだい。あらららお前バク転とかできんのに球技は全然できねえんだな。うわ俺のチーム弱わ終わった。側転ができない時の何とも言えない虚しさ。何、今日の体育はサッカーじゃなくて持久走だと。終わりだ。冬の縄跳び足に当たってめっちゃ痛いです。タッカーか。ギャーギャー騒ぐな、お前もウーツコを切ろ。あらウーなのにあずれて激気は何かが。まっとくせ。ねんねんシーブリーズ待ってな。ねんねん。じゃあルール説明の前に歌の話をしよう。3秒後にパスが来る。持久走しながらおならプップ。バスケでスキビしちゃってで楽しみに。うろたえんじゃねっかしらこの野郎。見学者は死後禁止、50分体育座りしてろ。ここ刑務所ですか。8月31日まで宿題をしなかった時の反応ワンピースのキャラやってみた。おかしいね、予定では8月15日までに終わってるはずなんだけどね。あららら、自由研究だけやってきゃ、まああとはおつるちゃんが見せてくれるでしょ。宿題提出は最初の授業じゃから、実質あと3日は余裕あるの。ちゃんと答え合ってんだろうね。まあ友達に答え見せてもらえれば余裕余裕。あ友達いなかった、終わりだ。読書感想文のだるさやばいです。タックラーカー。ギャーギャー騒ぐな、 Google で読書感想文を調べて語尾をちょっと変えろ。宿題やってない息子、それでも愛そう。自由研究なんだからやるもやんねえも自由なんだよい。宿題をする前に歌の話をしよう。宿題忘れて、楽しみに。うろたえじゃねっかしら、この野郎。モリア宿題見せ。嫌だよ。ケチラ。いや、逆ギレ。運動会あるあるワンピースのキャラでやってみた。おお、選手先生の先生って先生じゃないのかい。あらだ、高校ぐらいになると勝ち負けぶっちゃけどうでもいいんだな。おにぎりおいしい、マミー感謝感謝、またいっぱい食べたいな、メイガー。運動会の練習の大半は更新や集合でだるすぎ。私の好きな子が最後リレーで逆転勝ちした男をかっこいいと言っている。終わりだ。親見つけられません、どんくらいか。ギャーギャー騒ぐな、多分親もお前を見つけられてね。姿が言ってだけで組体操一番下ってあんた聞きは何かが。足が遅いわ自身にとってクラス対抗リレーは地獄だい。3秒後にうちのクラスはバトンを落とす。開会の言葉の前に歌の話をしよう。手作業教えて、とっておしみに。うろたえじゃねっかしらこの野郎。赤組リードで白組頑張れ、赤組逃げ切れ、早く終われ。いや心の声。会長コンクールあるあるワンピースのキャラでやってみた。おお、坂月歌うときめっちゃ体揺れるね。あららら、恐れん寝坊した。例えば君が傷ついて一生本番遅刻してクラスみんなから絶好合唱。何、口パクしてないか一人一人チェックだと。終わりだ。うちのクラス負けちゃいました。だっくらいか。ギャーギャー騒ぐな、負けたことがあるというのがいつか大きな財産になる。ちょっと男子ちゃんと歌いなさい。出だしは誰かが歌い始めたら歌い始める。2組の合唱うま。練習のために机下げんのだるい。ねんねん自由曲何。ねんねん本番の前に歌の話をしよう。歌詞間違えて、楽しみに。うろたえじゃねっかしら、この野郎。雨で中止になれ。いや、外で歌わねえだろ。友達が好きな人とデートしてた時の反応ワンピースのキャラでやってみた。おっとっと、ベンベックマン。あらら、ちょっとごめんな、あんちゃん。そいつは俺の好きな人なんだよ。どっちがあの子にふさわしいか、決闘じゃ。見たくねえもん、見ちまった。だな。
いやデートしてたとしても付き合ってないならワンちゃん、あ、付き合ってる、終わりだ。友達が好きなことデートしました、たっかー。ギャーギャー騒ぐな。泣くほど好きならまだ諦めるのは早いんじゃねえのか、銀。想定の範囲内だ。ねえねえ、俺もついてっていい？ニュー波にひどいことしたツケが回ってきたな。友人よ、歌の話をしよう。うん、ビッグが好きなことデートしてる、楽しみねー。この大事なかしら、この野郎。昨日お前の好きなことデートした、羨ましいか。シンプルに性格が悪い。ディズニーあるあるワンピースのキャラでやってみた。おお、カチューシャつけるかどうか迷うよね。あらら、前日になっていろいろ心配になって寝れないじゃないな。起きなきゃいけない3時間前になって急にスイマーが襲ってきちょる。芸能人ワンちゃん会ってみたい。何、一番乗りたいやつが定期点検だと終わりだ。入場制限で入りませんでした、かか。ギャーギャー騒ぐな。だから週末はやめとけと言ったんだ。朝同じ車両に乗ってたやつとすれ違うのは3回目。ポップコーンめっちゃ待ってるわ。ねえねえ、次何になる？べへー。並んでいる間に歌の話をしよう。イエメと TikTok 撮るぜ。ガンが可愛いから買う。え、お土産で1万超えちゃって、どうしようみねー。この大事なお頭、この野郎。すみません、眠れる森の美女にいましたよね。モレフィセントじゃねえよ。 YouTube の広告あるあるワンピースのキャラでやってみた。おお、光の速度でスキップするよ。あらら、スキップできねえ広告2連チャンは運がねえな、あんちゃん。踊れ、どんだけバズる下手なんじゃ。この広告が流れた人は超ラッキーっていう広告が2連チャンで来やした。あ、スキップしようと思ったらダウンロードしちゃった。あ、しかもフリーズしてる、終わりだ。早口で何言ってるか分かりません、だっか。ギャーギャー騒ぐな。あの早口の漫画広告10回に1回は最後まで見ちまう。いい感じになった女の子に剛毛で振られる男をかわいそう。おうおう、またメンズクリアが流れなさった。はい、罰ゲームでデブで地味なあいつに告白。この広告が出たそこのあなた、歌の話をしよう。え、広告消せるよって広告来て、どうしみに。うろたえちゃなくしら、この野郎。楽天カード、まあね、月に来るとビビるよな。わかる。いや、時差。休日あるあるワンピースのキャラでやってみた。おい、遅刻じゃ。今日土曜日か、セーフ。あらら、寝すぎてだるいじゃないな。誘われれば行くが、自分から誘う気にはならんけの。朝ごはん、9時間。13時半。遊ぶのめんどくさくて断り続けたら誘われなくなった、終わりだ。 YouTube と TikTok 見てたらもう夜です、だっけか。ギャーギャー騒ぐな、俺もだ。よし、アニメ決めするわ。金曜ロールショー見ると翌日休みだから、なんか幸せな気分になりますように。高野目、俺は昨日10時間寝たぞ。俺は12時間。休みの日の台風は損した気分。ルーム、こもる。遊ぶ約束したけど実際行くのでは悪い。でも行ったら行ったら楽しいんだよい。もう休み落ちて、で、どうしようみんに。大事なかしら、この野郎。暇でんついでに歌の話をしよう。モリア、豊島園に行こう。もうねえよ。ショッピングモール行った時の反応、ワンピースのキャラやってみた。あれれ、よく行ってたお店が撤退してるね。あらら、そんでよく行ってた店と同じような店がまたできてるじゃないの。ショッピングモールのスタバに落ち着ける雰囲気なんざないんじゃ。一生買うつもりはねえですが、とりあえず店一周。何、さっき買った帽子こっちの方が安いだと、終わりだ。どの飲食店行くか迷いますだっか。ギャーギャー騒ぐな。変わり種行こうと思っても結局丸亀とか行っちまう。当たり前のようにフードコートの席が空いてね。自分の席がどこかわからない。エレベーターまでがめっちゃ遠いですね。おかしいだ。どこから入ったのかわからん。アルコールしすぎててカサカサ。これうずきますよね。あのおじいちゃんずっとあそこのソファ座ってる。どうしみに。うろたえちゃねえかしら、この野郎。モリア、今度あっち行こう。もう疲れました。モテる男の限度あるあるワンピースのキャラでやってみた。おお、わしのスーツにはシワ一つねえ、ピッカピカだよ。あらら、モテる男で爪が汚ねえやつはいねえだよ。モテとうならわしの髪型を参考にせえ。わしは誰にでも平等。これ本当。今日の筋トレは
終わりだ。靴は常に綺麗にしてましたっけ。ギャーギャー騒ぐな。おしゃれはまず足元からだ。あ、それわかりました、わかります、わかります。めっちゃ辛いですよね、うん、この前の旅行の話をしようの前に歌の話をしよう。お嬢さん、お先にどうぞ。そのピアス似合うじゃない。あまり無理をしない方がいいのでは。お体に触っちゃいますよ。あとは俺がやっとくから、ここは任していいよ。グラララララララ、キルジが熱でしてて寝てしまねー。うろたえんじゃねえかしら、この野郎。ごちそうさま、お粗末さま。めっちゃうまかった。キュン。傘あるあるワンピースのキャラでやってみた。おお、雨降ってっから傘持って家出たのに、家出た瞬間雨止むのなんなんだい。あらら、傘入れとく場所覚えとかねえとな。右端、右端だ。傘どこに入れたか忘れてしもうたわい。わしの家3人家族なのに傘10本以上ありやす。何、私のビトンの傘取られてるだと。終わりだ。電車に傘忘れました。たっかギャーギャー騒ぐな。お前一番端に座ってあの手すりんとこに傘かけたろ。日傘ってぶっちゃけ意味あるんですかね。よくじで折りたたみ傘便利だけどサイズ小さいから俺肩びっちゃびちゃ。おいクズ、傘バンってやって水滴飛ばしてくるね。雨で憂鬱な時に歌の話をしよう。濡れちゃうからもっとこっち来いよい。コンビニ傘だけどどしみに。うろたえちゃどっかしらこの家の。赤と白のパラソル持ってる。カービィじゃねえよ。それ違う時のお互い同じ方向に行って気まずくなった時の反応をワンピースのキャラでやってみた。あ、すいません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 。あ、お先どうぞ。先どうぞ。あらら、止まってるから好きな方向行ってちょうだいよって。なんであんたも止まんのよ。邪魔なんじゃ、ハゲボケ、チャゲ。あそこのあんた、ついでに賭博場まで案内してもらえやすか。ああ、あんたのせいで信号は赤になった。もう無理だ。遅刻だ。終わりだ。同じ方向行って気まずくなったやつ、中学の同級生でしたったかか。ギャーギャー騒ぐな。お互い二重で気まずいな。お前誰に進路妨害してるか分かってんのかい。俺は5分ここから動かない。ねえねえ、どっち行く、右、何、ねえねえ、どけ放ったれ。道がかぶったついでに歌の話をしよう。クオコカブチで出てしみに。うろたえちゃんのおかしら、この家の。勝ったら右に行けます、彗星の背に。指すま。自分だけ逆上がりできなかった時の反応ワンピースのキャラでやってみた。おお、今笑ってるやつ光の速度で消してやるよ。あらら、できないんじゃなくてわざとやってねえのよ。余計な力使いたくねえからな。逆上がりできたからなんなん。ああ、将来役に立つんか。あの補助の反り立つ壁みてえなやつ持ってきてもらえやすか。何、私が逆上がりできるまで授業終わらないだと。終わりだ。みんなからの頑張れが逆に辛いです。とっくらか。ギャーギャー騒ぐな。あれ恥ずかしいよな。いれれれれれ、寝込み気がちゃ。あ、もう無理無理無理。ちょっとリフレッシュするがね。俺は逆上がりしたら心情病だわ。後でやり方教えてちょうだい。逆上がりできない代わりに歌の話をしよう。逆上がりできねえ、出てしみねえ。うろたえちゃんのかしら、この家の。逆上がりはメンタルだ。恐怖心に勝てこのデカラッキョ。あ、今のでメンタルでやられました。カフェで一度は聞いたことあるセリフ、ワンピースのキャラでやってみた。おお、アイスかホットか悩むね。あらら、ちょっとエアコン寒いな。ノー、お手洗いどこじゃ。トイレかと思って入ったらスタッフルームでした。あ、新商品出てる、これください。何、売り切れ。終わりだ。コーヒーこぼしちゃって、あっちチレストックラッカー。ギャーギャー騒ぐな、冷えピタ貼っとけ。あ、店内めっちゃいいの匂いしますね。よかじで店内おしゃれでいいわね。気に入ったわ。おー、チョコバナナパフェめっちゃ甘くてうずきますね。ガムシロップ3つください。この店 Wi-Fi はあるかね。なんかこの机ベタベタするぜ。この店タバコは吸えるか。そうだ奥さん、歌の話をしよう。わかんないとかあったらいつでも聞けよい。ミニ良すぎてネーム、どどしみに。うろたえちゃんネックシャッコの家の。アイスカフェオレ XL で。服のサイズか。ゴールデンウィークあるあるワンピースのキャラでやってみた。おお、ゴールデンウィークっていつまで休みなんだい。あらら、最大10連休取れるやつらが羨ましいじゃないの。明日からゴールデンウィークと分かれば金曜日の仕事も頑張れるっちゅうもんじゃの。ゴールデンウィークが何の祝日か言えるやついる、
いねえよな。いやだ、ゴールデンウィークだ。友達と遊ぶ予定、旅行に行く予定、なし、終わりだ。ゴールデンウィーク休みじゃなさったかか。ギャーギャー騒ぐな。接客業とかはいつもより混むから大変だよな。ゴールデンウィーク中だけで3キロ取っちゃいまして。みんな旅行の写真インスタに上げて、リア充ムカつこい。休み明けが憂鬱すぎる。ゴールデンウィーク最終日に歌の話をしよう。いつの間にか最終日になっちゃって、ぬとしゅみに。うるたいちゃなかしら、この家の。今日何日、何曜日。携帯見ろよ。